私はガイアを未来へ導く者、ザイバッハ帝国の指導者、名はドルンカーク。もしかしてあなたアイザックさん？難しい響きよ。アイザックは地球での私の名。幻の月の人間だ。ザイバッハの王。あなたはなぜガイアに来たの？あなたが来なければみんな幸せだったのに。違う！機械に操られた運命で幸せになるなんて間違ってる！我と共に見るがよい。新たな人の定めを。Escaflowne！やった！やったわばん！バン！とりあえずここから脱出だ！分かってる！ガイベル、あれ、瞳を。よし、
こは俺が瞳を頼む、アレン。バーン、先に行け。屋上から脱出する。行け。分かった、気をつけて。アレンさん、屋上へ。レフィーヌ、今日こそお前との決着をつけてやる。覚悟しな、バーン。竜と少女が近づくとき、未来図は揺らぐ。地球の少女が全てを解き明かす鍵。あの二人を引き離さねば。私はお前を倒すために来た。え、ミズル、まさか。ひとみ、やっぱりミズルだ。ミズル、誰だお前は。え、私、ひとみよ。わからないの、ミズル。ひとみ、あのガイメレフに乗っているやつを知っているのか。ええ、あの子私の友達なんです。なんだって。バーン、あのガイメルフに乗ってるのは私の友達なの。何？行くぞ、バンファーネル。
さい。私はバーンを倒す。ミズル、大丈夫？ミズル。瞳。よかった。ミズル、元に戻ったのね。でも、どうしてミズルがガイアに？私もよく覚えてないんだけど、学校の帰り道、突然眩しい光に包まれて、気がついたらこの世界に来ていたのよ。その後はバーンを倒せって言われて、あのロボットに乗って戦ったの。サイバッハって許せない。何の関係もないミズルまで巻き込んで許せない。何の関係もないミズルまで巻き込むなんて許せない。ミズルを地球に返してあげたい。瞳、お願い、ミズルを。ミズル、先に地球に戻っててね。私も後からきっと帰るから。ありがとう、瞳。気をつけて。頑張ってね。ことを荒立てず、幻の月の少女に少々別の引力を作用させれば良いだけのこと。別の引力とな。はい、男と女の引き合う力、名付けて恋の黄金律作戦。ミラーナさんが結婚？これからずっと俺のそばにいてほしい。バーン、今なんて？だからずっとお前にそばにいてほしい。え？お前が欲しい。え？お前のそんな力が欲しい。一緒にザイバッハを倒しに行こう。ヤツらに勝つためにはお前のアトランティスの力が必要なんだ。エスカフローネだってもっとすごい能力を引き出せるかもしれない。だから俺に力を貸してくれ。頼む。運命改変。あれ、おーおー、回る回る、運命の輪が回る。そして始まる。
何もかも。してくる。え？え、ほっとけばいいのに。風邪ひいちゃうんだから。見せておくれ、互いに引き合う運命の力を。おお、素晴らしい。運命が動き出した。新たな運命が。